路線表示例ケベック州高速道路4 5線ケベック州高速道路はカナダケベック州の高速道路網主にケベック州南部を通っている高規格自動車専用道路である隣のオンタリオ州の400番台ハイウェイ網やアメリカ合衆国の週間高速道路網と同等の高速道路網である総延長1 9 0 0トルを超え ケベック州の道路交通の根幹を担っている。速度制限は一般的に時速 100km となっている。フランス語では高速道路をオートルートと呼んでおり、ケベック州でもこの高速道路もをそう呼んでいる。ほとんどの道路標識はフランス語で表示されている。一部アメリカ合衆国からの接続部付近や他州との宗教付近は英語表示もある。ただし、 言語の問題を避けるためもあり、地名を除き、ケベック州での多くの標識ではピクトグラムが用いられている。高速道路は青と赤の縦型標識で表示され、上部は赤字で立体交差が図示されており、下部に路線番号が青字に白文字で表示される。ケベック州高速道路では主要幹線に1から99番を割り当て、 視線やバイパスに400から999番を割り当てている。偶数の100番台は迂回ルートを、奇数の100番台を視線ルートに割り当てている。例えば A-40 の迂回バイパスルートとして A-640 が設定され、A-40 と他の道路とを接続する視線としては、A、A-740 が設定されている。 また東西を横断する路線には偶数番号が南北を縦断する路線には奇数番号が割り当てられている。この場合、セントローレンス側に沿った路線は東西とみなし、それに垂直に交わる路線を南北とみなす。それぞれの路線はほとんどの場合路線番号に加え独特の名称が付けられている。ケベック州高速道路では他国の高速道路同様、 各出口にも番号表示を導入している。それぞれの番号は高速道路の起点からのおおよその距離を示している。番号は南または西側の起点から開始する。起点は実際の起点の場合も計画中の起点の場合もある。また例外もある。主要幹線と重複している路線の場合は主要幹線側の番号が優先されたりする。 ありがとうございます。